はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、防火地域及び準防火地域内における建物について、どんな建物にしなければいけないのか、まあ、どれぐらい燃えにくい建物にしなければいけないのかっていうところを今回は勉強するんですね。で、まあ、重要なのはイメージですね。4つのイメージを、頭に入れていただければと思います。それは防火地域、準防火地域、および耐火建築物等、および準耐火建築物等、この4つのイメージを頭に入れていただければ、あとはもう覚えるだけなんですね。もう数字とかちょっと覚えなければいけないので、覚えていただく形になるんですけども、今言った4つのイメージを頭に入れていきましょう。まず、防火地域。防火地域っていうのは、建物が密集している地域。例えば、駅前の商店街。建物と建物の間がもう非常に狭い。もうこうやって手をこうやって広げたら、隣の建物、こっちの建物、こっちの建物ってこう触れるぐらい、もう近い、ようなところですね。もう建物密集地帯。一つの建物から火災が発生したら、どん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 燃え広がりそうな地域って思っていただければわかりやすいです。で、準防火地域っていうのは、まあ、ここほどは燃え広がらないけれども、それなりに燃え広がるような可能性があるような区域です。例えば、都市部の住宅街。ここもですね、比較的たくさん建物がわーってある区域なんですね。ただ、駅前の商店街みたいに、もう隣の建物がすぐそこにあるみたいな感じではない。ただ、それなりにやっぱり近い住宅が密集しているような地域をイメージしていただければと思います。で、耐火建築物等っていうのは非常に燃えにくい建物。一方で、準耐火建築物等、これはやや燃えにくい建物。まあ、それなりに燃えにくい建物。まあ、つまり、耐火建築物等の方が燃えにくいんですね。こっち、準耐火建築物等もそれなりに燃えにくいんだけれども、耐火建築物等よりかは燃えやすいっていったイメージです。で、これなんでこの等って書いてあるかというと、これはですね、延焼防止建築物も含んでるよっていう意味です。つまり、耐火建築物等っていうのは、耐火建築物もしくは延焼防止建築物を指します。で、延焼防止建築物って何かっていうと、耐火建築物と同じぐらいの延焼防止性能を持つ建物なんですね。なので、どちらももう燃えにくい建物なんだってことです。こっちの準耐火建築物等、これについても、準延焼防止建築物を含んでるって話なんですね。つまり、準耐火建築物及び準延焼防止建築物。この二つを合わせて、準耐火建築物等と言います。この準延焼防止建築物っていうものも、こちらと考え方は一緒で、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を持つ建物なんですね。まずここまでがイメージしていただきたい4つの内容です。で、ここからですね、4つのちょっとこのマスを見ていただきたいんですけれども、防火地域内でこういった建物については耐火建築物等にしてくださいよ。防火地域内でこういった建物については耐火建築物等もしくは準耐火建築物等にしてくださいよ。準防火地域でこんな建物については耐火建築物等にしてくださいよ。準防火地域内でこういった建物については耐火建築物等もしくは準耐火建築物等にしてくださいよっていう見方をするんですね。これをちょっと一つ一つ見ていきます。まず防火地域の方から見ていきますね。このラインよりも左側がこれ防火地域の話で、ここが準防火地域の話です。まず防火地域からいきます。まず防火地域。地階を含んで3階以上、もしくは延べ面積が100平米超の場合、耐火建築物等にしてくださいよ。って書いてあるんですね。まず、地階を含む3階以上って何かというと、地階含むわけだから、B1、地下1階、1階、2階。これでもう合計3階ですよね。地階含んで。だからこの場合はこれに含みます。もしくは、延べ面積。つまり、延べ床面積ですね。床面積の合計が100平米を超える場合。これ、どちらか一方でも満たしたら、おわって書いてあるから、これもしくはっていう意味なんですね。だから、どちらか一方でも満たしたら、耐火建築物等にしてくださいよ。つまり、耐火建築物もしくは、延焼防止建築物にしてくださいよっていう内容なんですね、ここは。で、続いてここ。
これ以外の建物です。これ以外の建物。つまり、2階建て、地階を含んで2階建て、かつ、延べ面積が60平米の建物の場合は、これ含まれ、ここには含まれませんよね。ここには該当しない。つまり、ここに該当します。そういった場合は、耐火建築物等、もしくは準耐火建築物等にしてくださいよ。ってことですね。これ、つまり、これ、なんで耐火建築物でもいいかっていうと、これよりかちょっとちっちゃいわけじゃないですか、建物自体。こっちは建物大きいですよね。こっち、建物ちっちゃい。ちっちゃいから、多少燃えやすい建物でもいいですよっていう話なんです。もちろん、耐火建築物等のように、めちゃめちゃ燃えにくい建物でも、それはもちろん OK ですよ。ただ、そこまでの耐火性はいりませんよ。準耐火建築物でいいですよって言ったイメージです。OK ですか？これよりも建物ちっちゃいから、多少燃えやすい建物でもいいですよって言ったイメージですね。で、続いて、準防火地域に行きます。で、準防火地域。4階以上、これは地階含みません。地階を含まず4階以上、もしくは延べ面積が1500平米を超える場合、この場合は耐火建築物等にしてください。地階を含まず4階以上。なので、地下1階、1階、2階、3階。この場合はこれ含まれませんよ。ここには入りませんからね。地階含まず1、2、3だから、地下1、地下1階、1階、2階、3階。合計したらこれ4階なんだけども、地階入れませんので、1、2、3。これは3階扱いなんですね。こっちとは扱い方が違いますからね。こっちの場合、地階含んで3以上なんで。こっちは地階含まず4階だから、地階入れずに、1、2、3、4階あれば、これはこれに当てはまるよってことですね。つまり、まあ、地階1階あって、1、2、3、4であれば、これ含みます。で、またもう、そもそも地階ありませんと。で、1、2、3、4もこれに該当します。この場合、耐火建築物等にしてくださいようですね。で、もしくは、延べ面積が1500平米超。だから、これ、だいぶ大きな建物ですね。だいぶ大きな建物。の場合は、耐火建築物等にしてくださいよ。これも、オアだから、どちらか一方でも満たした場合は、耐火建築物等にしてくださいよってことです。ここでちょっと、横で比較してほしいんですけども、防火地域と準防火地域見てください。こっちの方が建物ちっちゃい。こっちの方が建物大きいですよね。これは、燃え広がりやすさを考えたらわかるんですよ。防火地域っていうのは、もう非常に密集しているわけですよね。こっちは、密集はしているけども、そんなに密集していないっていうイメージかな。こっちよりかは密集していないんですよ。防火地域よりかは密集していないような地域だから、ある程度大きな建物に限って、耐火建築物等にしてくださいよって言ってですね。防火地域だと、こういったちょっとね、ちっちゃな建物であったとしても、これ耐火建築物等にしなきゃいけないんですよ。もう建物自体が密集している地域だから。そういったふうにイメージしていただくと分かりやすいですね。で、続いて、準防火地域のこの部分ですね。これ非常に分かりやすいんですけど、これ正直ね、覚えなくてもいい内容なんですよ。まあ、一応書いておきました。どういった内容かっていうと、地階を含まず3階かつ1500平米以下の建物の場合ですね。この場合は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等にしてくださいよってことです。3階建てで1500平米以下ってことは、3階で1500平米を超えた場合はこれに該当するわけだから耐火建築物等にしなきゃいけないけども、3階建てで1500平米以下の場合は準耐火建築物等でもいいですよってことですね。もちろん耐火建築物等でもいいですよ。どっちでもいいですよ。もしくは2階以下で500平米を超えて1500平米以下の建物。これについても耐火建築物等もしくは準耐火建築物等にしてくださいよ。っていった内容です。この2パターンですね。この2パターンは耐火建築物等もしくは準耐火建築物等にしてくださいよっていう話です。で、これについては、この上の部分を覚えてください。上の部分。下の部分はまあ覚えなくてもいいかなってところですね。まあこの辺はね、覚えやすいと思いますね。もう防火地域については、もう必ず耐火建築物等、もしくは準耐火建築物等にしなければいけない。で、こういった場合は耐火建築物等にしなきゃいけなくて、これに該当しなかったらもう準耐火建築物等にしなきゃいけないんだって考えていただければ、ここはね、まだ覚えやすいと思います。もうこれなんかね、もうほぼほぼ覚えづらいんですよ。だからもうこれはもう覚えなくてもいいかなと思います。優先順位としてはここが一番重要なんで。どんな場合に耐火建築物等にしなければいけないのか、ここをまず覚えましょう。で、この数字を覚えなきゃいけないんですよ、数字を。で、弊社個別指導ではですね、弊社レッドスの個別指導では、ここはもう語呂合わせで覚えていただいております。
まあ、ネットとかで調べていただいても、出てると思うんですよ。まあ、弊社のね、語呂合わせとは違うかもしれないけども、出てると思いますので、まあ、そういったものでね、全然調べていただいて、それで頭に入れていただくっていう形でもいいです。で、この数字については、もう結局は、官僚が決める話なんですよ。官僚ですね。まあ、最終的にはね、国会で、法律は決めるんですけれども、その法律の案を作っているのは、まあ、官僚なんですね。いわゆる、国家公務員です。非常に、まあ、勉強ができる方々ですね。が作ってるんです。で、その方々が、まあ、この数字っていうのは、まあ、ある程度このぐらいだろうっていう感じで作ってるんですよ。だからこれもね、100平米超って言ってるんですけども、じゃあ99平米じゃダメなのって話になってくるじゃないですか。まあ、別に99平米でもいいと思うんですけども、まあ、そういった、まあ、官僚の人たちが、まあ、これぐらいだろうっていうふうに、決定してるわけなんですね。なので、もうこれは、もう覚えるしかないところなんですよ。だから、まあ、そういった部分については、まあ、できるだけ語呂合わせとかで、覚えちゃった方のがいいと思います。効率的です。で、弊社個別指導では、ここの語呂合わせだけじゃなくって、まあ、いろんなところで語呂合わせ使って、覚えていただいております。なので、そういったものも含めて、語呂合わせで覚えていきたい。できるだけ効率的に勉強したい。そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。